べるよ、うん、ちょっとまた向こう行くかもしれないけど。ということで今から私は撮影のための準備というかメイクをしていきたいと思います。いや、本当に一からだな。スキンケアからいきます。ででーん、こちらですね。アベンヌウォーター、水です。水を顔に振りかけていきます。遅い時間だね。そうだね、お昼からラジオのギリまでやってって感じかも今日は。そうなの。そして顔に拭きます。てんてんだねって。そう、ぜひ皆さん渋辛のコメントよろしくお願いします。よいしょ、よし。で、化粧水と乳液をしていきます。化粧水はこちら、キレルの乾燥性敏感肌用です。スキンケアだけしたら取りに行こう。飲み物、それから楽しみにしてるねって、ありがとう。ワンちゃん、私これ前回着た上着と一緒だけど、ごめんね。クソ、めっちゃ迷ってさ、今日本当は履きたいスカートがあったんだけど、それのなんか合わせたやつがなんか微妙でというか、その上に合わそうと思ってたのがこの間のふくらじで来ちゃって、あーと思って。でもこの白いのは前来たような気するなと思って、あーってなって、で最近新しいのを握手会で来ちゃったな、あー今日渋パラの前に買いに行こうかなと思ったんだけど、撮影が結構渋パラの集合ギリだったから行けないやってなって、ああってなって、だからお家にあるやつでしか、ちょっと乳液塗ります。あれだなと、まあちょっと前回とは違う着こなしになっているので、ちょっとはだけてる。そうなんだよね、そう考えたらまだまだ冬服がね足りないんだよね。でもさ、冬服ってさめっちゃかさばるじゃん。夏服は薄いからいいんだけどさ、冬服を買い込まなければいけない。よし、スキンケアだけ一旦肉も塗っとこう。終わりました。ちょっと飲み物だけ持ってきていい？ちょっと待ってて。
待たせしました。よし、化粧だ。パックしようと思ってたけど、もういいか、乳液塗ってもったし。忘れてた。ヒロはまだ食べてない？うん、食べた。もうお家にあるものでしかないけど、パパッと食べました。でぼーっとしてご飯食べて服選んで今です。急に泡が出てくる。行きます。はい、化粧しなくても可愛い。本当？じゃあ、おめくで言っていい？ね、シルバラ側の観覧とか映像がなければね、メイクしなくてもいいんですけど。あ、違うじゃん。シブバラのためにメイクしてるんじゃないじゃん。これ撮影のためのメイク。あ、そうだ、忘れてた。危ない。危ない危ない。そうだ、撮影だから今日がっつりメイクしなきゃいけないんだ。ちょっとね、準備動画なんでパッパパッパ行きますよ。最近メイク配信も多いしね。よし、私は40分にお家を出たいんだ。それまでに髪と顔を終わらせたいんだ。よし、意外となんかギリになっちゃった。そう、頑張れももちゃんってありがとう。頑張る。意外とギリだな。あと30分。うん、いけるいける、いけるよ。大西ならいけるいける。あれ、こんなギリか。ちょっとゆっくりしすぎたな、起きてから。なんかお店の想定では1時ぐらいから始めたらいいやと思ってたけど、ちょっと狭いすぎたな。間違えた。いい匂い。メイク道具っていい匂い。まあまあまあ、でもお店あれなんですよね、お家出る時間を早めに設定してるから、そう、その辺は私自分で偉いと思う。
そうなの。だからまあまあもうちょっと本当は後でもいいんだけど、まあ私の希望的に40分ぐらいには出てたいんだよな、理想が。そうだからいつも早く着きすぎちゃうんだよね。大丈夫そう。あの洗面所ってさ、絶妙に分かんないよね。まあちょっと今日はスタジオ照明とかなんで、ちょっとここだけ熱くなっとこう。はいはい。綺麗でございます。はい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 、次眉毛眉毛、はいはい、はい、忙しい忙しい今までのんびりしてたくせに急に慌てる。お家にいる時間って本当にあれだよね、幸せだよ。早めに着く予定なら髪からのが、髪の毛からやった方がいいの？私髪の毛からできないんだよねいつもいつも顔を完成させてからじゃないと髪ってできないんだよね。そう。なんかすっぴんの自分でのなんかあれが湧かない。なんていうの？髪の毛の完成形のあれがね、湧かないんだよ。一旦顔やっで完成してからなんかよしよしって、あ今日こんな顔面ならこれでいいやとか、うわ鼻ムズムズする、やっぱ花粉かね、やばいめっちゃ鼻ムズムズする。本でからよ、私は何花粉なんだろうか。ちょっと今だけ明るくします、ね、今って目にブタクサとなんかでも杉も飛んでるみたいな聞いたよ、ファンの方から。杉って今飛んでんだと思った。杉なのかな、大西。だからここ最近鼻ムズムズ言い出したの。どうなんだろう、次って年から年中飛んでるのか。あ、どうしよう、衣装ちょっとピンクっぽいのにしとこうかしら。よしよしよし。
今みんなはお昼休憩中かい？光の反射を駆使して明るさを作っていく。光どっか行ったわ。今やることによってきっと撮影が楽。うん。え、時間やばいかな。時間やばいよね。そうなんだよ。やばいんだよ。やばい。てちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃ、ここすごい、たん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 、ちゃくちゃくちゃくちゃん、たんちゃんちゃんちゃん、ちゃくちゃくちゃ、たんちゃんちゃんちゃん、ちゃかちゃかちゃん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 、ちゃん。でん、てきてきてんてんてきてきてんてんてきてき、てて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 て、でん、てきてき、なんか今日に限ってアイラインが全然。仕事してない。うん、いいか。じゃん。カチャカチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカ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 うん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 。たたたたた。40分でしょ。いけるいける。25分までにメイクを終わらせて、35分までに髪を終わらす。オッケー。見えた。余裕です。今20分よ。いける。大西の時計ではまだ18分。大西の横に付属してある時計はまだ18分。いけるいける。25分やから、あと7分ある。 OK。うんうんうん、私この時計基準で生きてるから。そうです。そう、誰が何と言おうと、これが私の中の時間なんで。そうなんです。
だから本当時計ってさすごいよね。言えばさ、もし大西がさ、じゃあこれさ、自分が気づいてないとするじゃん。まあ2分ぐらいの誤差だけど、大西のやつは。時間が見えちゃうんだよね。携帯の時計はだってもうね、完璧だよね多分。すっごい久しぶりにこんな雑にメイクした。まあ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 。自己満だよね、マジで。雑とかさ、雑じゃないとかさ。わかんないもんね。今日おにじみーくんうまくいかへんかったって言って、あ、ほんまやなってなったことないもんね。他の人とかでもそうだけど、今日ねメイク上手にできなかったって言ってて、メンバーとかは何がって思うのに。どこが何が。ね、自己満だよねマジで。っていうぐらい気づかないぐらいのさあれなんだよ。じゃない？メイクってなんか今日漏れへんみたいな。もうそれでもメイクの問題じゃない、もう顔の問題。もう無理無理です。そうです、人間なんだから。毎日が漏れてるわけじゃないの。そうそうね。どうしたろうって日たまに ない自分で。私の顔今日どうしたのみたいな。ない私はあるんだけど、どうしたの、 どこで間違っちゃったかな。だから本当にその日の調子によるよね。でもそういう日があるのも普通なんだから、もう受け入れて過ごすしかない。赤ちゃんは削っていきます。お、いけたいけた。お、現実時間でも25分だよ、今。大西だと、あと2分あるけど、今23分。ほらほら、あ、いけたいけた。一旦あとリップ塗れば、いけます、顔は。はいはいはい、あと髪の毛です。髪の毛、髪の毛。はいはいはい。はい、前髪が。
すごい肩いってるので濡らして、はい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 、寝癖、寝癖がね、はい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 、ドライヤーします。ちょっと待って、はいはい、ちょっとごめんね、ちょっとすいません、ドライヤーいたしますので音が大きくなりますゆえちっちゃくしてください。いきます、3、2。すいませんね、本当に。タンタンタタタタタンタンタタ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 タンタンタタタタタンタンタタ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 ちょっと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 、ありがとう、もう多分ドライヤー使わないよ、お手数おかけしました。鼻ムズムズする、はいはい、アイロンを、アイロンはちょっとまあ向こうに予備のやつも持ってっといて、衣装着てからちょっと修正しようかな。え、余裕じゃない？もういいんじゃない？これでダメ？背が今日激しくついているけれども、まあまあ、うん、あ、できた、 OK、 あとオイルとか向こうでちょっと調整して OK です。家出る準備はできた。なんだ、意外と余裕じゃん。5分前に終わっちゃったよ、予定の。さあ、15分に髪の毛まで終わらせてきた。すごくない？かわいくない？これもカビゴン。これもカビゴン。
ます。荷物はもうある程度揃ってるので。うん、もうあと上着着たら出れるわ。上着着て靴下履いて。出れるわ。なんなら靴下ここに昨日干したやつあるもんね。生活感。ここに干したやつあるもんね。完璧。カチャ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 。よこいしょ。そう、まだ畳んでない。乾かし終えたやつ。はいはい、オッケー。じゃあ準備も整ったということで、ランキングの方を読んでいきたいと思います。これほんまにこれでいいのかな。かわいい、かわいいよねこの服。服だよ服。出せるんだこれ。こうやって前はね、これめっちゃきっちり着てたのよ。こうやってそうこうやって着てたんだけど、あ、なにこれ、肩とかも出せちゃうじゃん。あ、いいじゃんこれ。あ、これ着回しが効くわね。うんうん、あ、素晴らしい、いいじゃんこれで。ナイス。オッケー。ということで、あらかたできたので、ランキングの方を読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位、挨拶始めましたさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が、みちゆきアットマークまねこさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうももちに大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、MMルーズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が佐世保のてっちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がひでちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が大粒ちゃん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、ではでは、なんか今日ここの盛り上がりが気になる。何ボリュームが出てる、気になるが、まあまあ、ここだけポコンってなってる。あら、よし、ではでは行ってきます。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。いつもさ、配信でメイクしたらさ、リップ塗らないから絶対未完成だよね毎回。行ってきまーす。じゃあねー、バイバーイ。行ってきまーす。